近年、新たにムーブメントの兆しを見せている釣りがある。それは丘から15分圏内で水深30メートルまでの浅場を条件とするインショアというフィールドで、ボートからのライトルアーゲームを展開するインショアゲームだ。港とかから本当にこう手軽に10分15分まあ30分とかそれぐらいの圏内で行けて、行きも帰りも手軽で仲持ちでワイワイできて、オフショアでもなくショアでもなくっていう。そう語るのはエギンガーとして各地を釣り回る湯川正隆さん。地元和歌山ではエギング以外にもいろいろな釣りに精通。アジングやシーバスなど身近なターゲットを中心にガイド業もこなす。そして身近な釣りといえば代表的なものがアジング。その名手として名を馳せる広島県在住の丹羽義嗣さん。アジ以外にもメバルなど馴染み深いターゲットを中心としたソルトゲームのスペシャリストである。実はこの2人以前番組で共演したことがある。アジングが得意な丹羽さんを湯川さんが地元和歌山の魚影豊かなフィールドへと案内。同い年の2人はすぐに意気投合した。今回も湯川さんの地元和歌山で印象ゲーム好調との噂を聞きつけ、丹羽さんが再び湯川さんの元を訪れた。どうもご無沙汰しております。本日はよろしくお願いします。いらっしゃいませ。どんなですか？なんか事前の情報ではなんかアジングなんか良かったみたいな話は聞いたんですけど、年末ね、めちゃ最後を締めてきたんやけど、すんごい良かったんやけど、気温がねちょっと年明けてから下がって、水温も低下して、ちょっと食いしぶりやけど、まあポロポロエサイズは釣れてるかなみたいな感じ。今日 の、 その釣りのまあプランですね、ジグヘッドでいつも通りのショアでまあおかっぱりでやるようなアジングですね、が一つと、であとはまあそのプラッキングとかでメイヤンの境目でメバルとかシーバス出たらなみたいな感じとか、あとはまあそのちょっと状況によったらひょっとしたらメッキとかも狙えるかもねみたいな感じの、それはまあ好きなルアーつけてもらって、いろんな魚種を楽しみたいな思ってきてますんで、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。あーしゃくだーおいくだおいくだおいくだじゃ楽しいやん、もうやばいね、おもろい、おしゃくたおしゃくたあー最高今回釣りのベースとなるのは和歌山県和歌山市。こちらのエリアでは基本的にインショアゲームはナイトフィッシング。今回はせっかくなので明るいうちにも魚を見せたいと、船長が少し早めの5時に船を出してくれた。ポイントまではおよそ10分。本格的な沖までは行かず、丘からは届かないインショアでの釣り、その魅力とは。こうどうしても攻めきれない部分であるじゃないですか、反対側から打ちたいっていうのあるでしょ。ありますね。おかっぱりじゃなくって、海の方からおかっぱり向いて打ちたいよっていう、絶対今釣れんのになみたいなとかやっぱそれがね手軽にできるしっていうのもすごいあるし、どうしてもオフショアだとその移動時間もあるし、そのポイント当てるまでのね、そう時間っていうのも結構釣りの中に含まれてくるから、それがね、やっぱ行きも早いし帰りも早いしみたいな、ポイント見つけるのも早いし、そう、ね、チャッチャッチャっていうのはありますよ ね。最初のターゲットはメッキ。活性が良いと次々にヒットしてくるのが面白い。で、まあ、メッキは、まあ、活性高い時もありますし低い時もまあ、あるんですけども、あの高かったら、まあ、ボコボコに釣れたり連続でとかダブルヒット、またヒットのねチェイスシーンとかも見れたらええかなっていうふうに思ってます。2人ともタックルを準備して早速スタート。丹羽さん、メッキ狙いのロッドは8フィートをチョイス。適合ルアーウェイトの幅が広いタイプなので様々な対応ができる。アーマージョイント
メバルもいけるし、イワシとか、まあね、あのシラス系とかそういうのが入ってたりすると反応してくれやすいですね。湯川さんもプラグ用のロッドは丹羽さんと同じタイプを使用。お気に入りのルアーでメッキ以外にもシーバスやメバルなどを狙う。こっちになるな。あー、シャコだ。来た？どうだ？めっちゃタイトについてますわ。後ろについてんじゃん。いや、ついてない、ついてない。ついてない？ついてない。あ、ついてきた、ついてきた。よし、うい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 、ういうい、よし、食った。イエーイ。いいね。いいね、いいね、いいね。最高。いいね、いいね。これを引くっすよね、引く、めっちゃ引く。ね、やばい。もっと大きくなって、帰ってきてください。当たった。活性上がったっすね。あそこにちょっとタイトめに入れるんだよ。あなた、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 あなサイズアップめっちゃ足るういいいね。おもろいっすね。やばい。このぐらいのサイズになったらよう引くわ。やばいね。はい、ありがとう。よし、おいてください。おしくた。よし、後ろ見て、後ろ後ろ見て、後ろ見て、後ろ見て、はい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 、横や、横や、横や、あ、それね、はい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 、はい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 、はい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 は。メッキは一匹活性が上がると周りの魚も釣られて追ってくることが多い。あっこのシェードにあのぐらい入れねえか。ちょっとうわー、すごいなー。近いとこへね。港からすぐのとこでこうやって楽しめたら何でも。ゴタすよ、ゴタすよ。マジで？おお。後ろいてない？あ、いてる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 。おい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 おアジングにも使うジグヘッドは 1.2 から 2.5 グラムを状況に合わせて変える。ラインはエステルライン 0.45、 リーダーはフロロカーボンの 1.25 をセッティング。ワームの方が比較的こう長いことこれ釣れ続けるっていうのは経験的に分かってて、まあ、ここの事情が それに当てはまるかどうかなんですけど、ワームに変えよう。タングステの 2.5 グラムのジグヘッドにワームですね。チャート系のワームつけてます。基本なんかチャートで攻めることが多かったりするっすね。でそっから反応悪かったらもうちょっとクリアにしてみたり、ラメにしたりピンクに変えたりとか、基本オレンジとかやっぱこの緑系のチャートの割と実績あるんで使いやすいですね。おお、来た来た、うわー、下来た。おお、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、大丈夫？めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。待て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 、ほら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 ほ
メッキは銀亀アジやロウニンアジの幼魚を総称してこう呼ぶ。ありがとう。ういサンキュー。午後6時、和歌山のインショアゲームは夜釣りに突入。メインターゲットともいえるアジを狙ってアジングタイムだ。アジングスペシャリスト三輪さんの腕が鳴る。ちょっとライト周りについてるアジが、うん、はい、了解、はい、まあ、ボトム付近か、うん、ライズあったらあの表層とかでも、なるほど、食うと思うんで、はい、ここで魚群モニターの出番。水深と魚影の反応がこの釣りでの鍵になる。ボトムやな、あれな、ね、食ってるっすね、うん。魚の反応はたくさん見えるが当たりがない。2人はこの状況をどう見るのだろうか。アジは激渋やったし、まあ、普段僕らがやってるのは結構もっといい時っていうか、映ってたらそれなりにちゃんとレンジ攻めれば食ってくるけど、まあ渋かったよね。まあ、僕の中のその厳冬期アジングのど真ん中の、やっぱりそういう感じなんや。じゃあそういるけど口使わんみたいな。なるほど。だからアジが好きなこう流れだとか、まあ光量だとか動きだとかが、でバチッとあった時に口使うっていうやつで覚悟はしてた。やっぱりそうなんや。あめっちゃいてるけどな、下に。ねえ、めっちゃおる。なんで食わんねん。今はちょっと全然疑心暗鬼状態なんで、情報を総合して軽くしつつ色も変えちゃうみたいな。ちょっと考えの軸が欲しいんですよ。光を透過しないタイプから透過するタイプに変える、うん、ちょっと極端なルアーローテをします。ジグヘッドも 1.6g と軽くして攻め直す。おるなあ。おるっすね。二人は思った通りにルアーを動かせているのだろうか。ここは 2.5 のタングステンなんで行ってます。僕はあんまり思った通りいやっていう、もうめっちゃ今軽いリグに変えたんですよ。だからやっぱどうしてもこう船がね流れてるんで、そこに船が移動する距離分ラインを送っていかないと思うんで。エギンガーの湯川さんはアジングとの共通点を感じていた。もうねめっちゃ近いんですよ、エギとアジって。あのエギングをマイクロにした感じがアジングなんですよね。結局まあエギって大きいから割とやりやすいんですけど、それよりめっちゃ軽くなるわけじゃないですか。でも結局そのちょっとしたちょんちょんっていうアクションからの止めとか、抜いた時のフォールとかロングステイであったりとか、エギと似てますんだから、ほんまに似てます。大きくイカと違うのは、イカはまあ、あの基本ボトムメインでずっとやることが多いんですけど、アジはそのレンジがあるんで、上から10メートル泳いでることもあれば表層で食うこともあるし、ルアーウェイトも湯川さんは少し重めのリグを使うことが多い。僕はどっちかって言ったら、あの自分がアジングの前は底取りやすいと思うものを使って強制的に活性高いやつを探していく釣り方なんですよ。ニワちゃんはどっちかって言ったら、そこに軽さを出していって馴染ませて餌をより演出して食わしたりするのがめっちゃうまいタイプなんで、そこで差っていうのは出るんですかね。それはもうね、精通してる人だからこそやり込んでやっていける釣りみたいな。当たりがない時間は続き、三輪さんは動いてローテーション、突破口を探す。色をチャートにします。なんかここ最近実績が一番あるカラーらしくて、思うところあって軽めの 1.6g から 2.5g と重くした。映ってるね、やばいな。押したんすかこりゃ。やばいな、風でこっち行ってます。お、食った。
取った。あー、しくた。オッケー。よー引くな。めちゃくちゃ引くやん。めっちゃ引くよこれ。もうちょっと。まあまあ保温圏かも。おあでもえ味なの俺。いや違う。よう引く。あ味や。よう引く。味や。あ保温圏や。俺のは違うぞ。サバやぞ。サバ案件やぞ。サバでした。おエアジ。エアジ。エアジ。やった。ありがとうございます。俺だけサバやった。でっかいやんかこれ。おーエアジア。めっちゃエアジア。やりました。いきなりでかいやん。いきなりっすね。これは余裕の尺アップ。もう見事な太鼓なんでね、これはちょっと美味しくいただきたいと思います。キープします。堂々の34センチ。まあ、まずそのね探検丸見て、その水深とその映ってるアジの状況から判断して、さっきはもっとグッと群れがこう立ち上がってたんですね。あこれ食うかなって思って、こうもう効率重視して、さっきまで 1.6 でやってたんですけど、もう直にレンジ叩きたかったんで、もう 2.5g に変えて、色も派手な方が食うだろうという判断のもとにちょっとチェンジして入れたら、ポール一発でコーンと持ってきました。食いました。はい。誘いは入れてないです。これ今これ食う反応です。これ食うっす。これ食うっす。これ今まさに。うんこれ食うっす。うんこれ食うっす。引き続き。えぐ、えぐ、えぐいよ。上までびっしりやけどな。やばいな。おーし来たー。え、これなんか違うぞ。アジか。アジアジ、それは。うまっ。うーし。おー、ええサバや。ちゃうんか。なんでやん。ええー、サバじゃ。インショーとおかっぱりでタックルに違いはあるのだろうか。おかっぱりと同じタックルです。ただおかっぱりとかやったら、あの遠投したいからキャドつけたりとかいろいろするじゃないですか、はい、だけどこういうね船でちょっと来てとかやったらその必要性はないんで、飛ばす、めちゃくちゃ飛ばすことはしなくていいです。だからすごいやりやすいです。飛ばせば飛ばすほど何やってるか分かんなくなったりしやすくなるんで、やっぱり、湯川さんアジングタックルのラインは PE0.35 とクロロカーボン 1.2 号。リグの重さは最も取りやすいタングステンの 2.5 グラムで通している。一方三輪さんのタックルはあのカッパリタックルをそのまま使ってます。ただまあ水深が基本的にインショアの場合10メートル超えるケースが多いので、おかっぱりよりかはちょっと感度を重視するタックルチョイスをあのラインナップの中に入れるようにしてます。あのやっぱどうしても暗がりなんでラインバイトを取るっていうのはほぼほぼ不可能なんですよね。なんで感度、手感度に頼った釣りラインをなるべく張っていって、その辺りを捕らまえる。ボートって今ねこう風で煽られてやっぱり動いてるじゃないですか。おかっぱりは自分は動かなければ動かないんですけど、この動いてるっていうことに対してこうラインテンションっていうものもやっぱり調整しなきゃならないです。自分が狙ってるポイントに船が近づいたらこう緩む方向に働くんで、そこは張りに行く。で離れたらこう竿を送ってやって緩めてやる、うん、そういう感じ。そこがちょっとおかっぱりと大きく違うと思う。うわー、ショートバイツ。いかん、ちょっと裏技使わないかん。こういうショートバイトが続いてる時っていうのはやっぱりその一個一個がめちゃくちゃ大事なんですよ。でその時このだけ水深があってショートバイトでワームずれましたってなったら絶対食わないです、この時点で。だからこれをずらしたくないんですよ。だからこの間に瞬間接着剤をチッと入れといて固定してやったらもうずれない。
こういうこともちょっと気を使うポイントの一つではあります。リグの重さは 2.5 グラムのまま中層まであらゆるレンジを探る。自分の思い描くヒットへの方程式を詰めていきたい。上がった。よっしゃ、食わしたで。味今度中層新車やな。あー抜いちゃおうかな、抜いちゃおうかな。いいよいいよいいよ、よいしょすんません。いやじいやじやっと食わせれた。もうほーらうっといわ。気持ちよかったな今のは。でもアジングらしかったっす。今日はもう全然塩になじまんと食わんすわこれ。うん、めっちゃむずい。もう本当は PE 使って感度重視でやりたいんですけど、食いが浅い、深追いしてこない、まあ、つまり活性がそれほど高いとは言えない。食い気はなんとなく魚自身にはあるんでしょうけど、ちょっとなんか血気盛んに追い回す感じじゃなくって、まあそれによって群れ全体のなんか活性をちょっとでも上げてくれる感じでもないんですよね。連発しないんで。だからなんかこうアジの群れ自身がこうちょっとタイミングを待ってるような状態、捕食のタイミングを待ってる状態で、まあたまたまなんかこう自分がっていうのはアジが好んだようなレンジとかアクションとかがマッチした時に口を使う傾向があると踏んでるんで、まあそういったことがやりやすいエステルラインでちょっと今は攻めてます。そうですね、なんとなくこうやりようが分かってきた感じはします。PE より比重が重いエステルライン、この数年アジングの世界で注目を集めている。要はラインの比重が違うので水中にこう馴染みやすいんですよ。で PE の方は、まあ、低振動で感度に優れるんですけど、そうキャストを伴ってかつ深いところを攻めるとなると浮力が意外にこう邪魔をするケースがあるんです。ああ、分かった。なんかもう分かった俺。多分チャート越しでいけるような気はするんだけど、ちょっと半信半疑なんでちょっとクリア系も入れてみます。これで反応出たら多分カラー云々じゃない。こんだけ魚影があったら。よし。楽しくなってきた。テンション上がってきた。群れ自身がでかいにもかかわらず活性が低いんで、今度目立つことが今度弊害になるやもしれんと。ついとるで。あらサバっぽい。あーいや味か味か。おーこれうわまあまあ引くサモアン剣です。あー切れた、飛んだか。マジか飛んだ。マジか結構でかかった。あいたたたたたたいたたたた飛ばされた。パターン掴んだね。 2.5 分かっちゃったよ分かっちゃったよ。ちょっと理想に近い。おんなしことやっておんなしバイトが出たんで、あのやり方でしばらく通せるっす。
完全に中層っすね。天才、天才。飛ばされないようにちょっとドラグズルズで言ってます。さっき飛ばされたんで。ありがとうございます。天才ですよ。あーそっち、ちゃんと行け、ちゃんと行け。うえしゃー、天才よ。うい、味神様。和歌山すごいな。たまらんすね、このヒレピン具合、うん、めちゃくちゃだからショアでやっぱり経験積んでるからこそ生きてくる。なんやろ、ルアーで食わす時もあるじゃないですか、軽さ、重さ変えてとか、うんうんうん、色変えてとか、シルエット変えて、うんうん、で、最終的に結局ラインそう、ね、結局そのライン、うん、ラインが要は、うん、重さっていうか、そのライン自身もシンカーとして捉えなきゃいけない時があるんですね。なるほど。だから P じゃなくて S テル。そうそう、 P だとどうしても浮力があるからルアーの動きに 上下が出すぎる。はい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 、それがすげえなと思って。だからそのね、使うルアーリグだけじゃなくって、そこのシステムから見直していくっていうとこで口使わせて釣り上げるっていう。僕はもうエステル自体を使ったことがないんだ。なるほど。だからなるほどってなって、だからエステルがあんねんなっていうな。それがすげえなって思って。その釣りに精通してるっていうのはすごいことやで、やっぱり。そう、きっちり一匹取るからね、やっぱりその大事な時に。誰もができることじゃないかな。午後9時。最後は紀の川河口のポイントに来た。もちろんここでは2人ともシーバスを狙う。絶対ついてそうやけどな。シッシッシッ。大シーバス狙いのルアーの動きと誘い方を伺った。基本これはあのジョイントになってるんで、なのであの基本的にはもうただ巻きでいいです。あとそれをまあスピード変えたりとかするだけなんで、キャストして着水して、でシンキングなんで攻めたいレンジまで落として、でその後ゆっくり巻いてきたり早く巻いたり、あと止め入れたり、それ以外ではキャストして穂先を軽くシェイクさせながら巻いてくる。おしゃくた、おしゃくた、たたたた、オッケー、オッケー、オッケー、よっしゃ、ふぅ、ふぅ、しゃ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 、ふぅ、こっち行くわ、しゃしゃしゃ、Aサイズ、Aサイズ、オッケー、オッケー、オッケー、よし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 。よし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 、さあ来い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 、ふい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 、オーケー、あー最高、イエーイ、オッケー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 、狙い通りのシーバス。海もできて、でちょっと加工もできてっていうね、いろんな釣り楽しめるからやっぱり楽しいですよね。ショア用のタックルでね、まあほんまに同じ仕掛けでルアー変えるだけでいろいろ釣れるっていうのが最高だと思います。うわー、食うた、お、食うた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 、
グダ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 、めっちゃ楽しいやつやん。やったー、イエーイ。あぶねー、あぶねー、一撃で食うあの夜とか一発やったらいい笑顔やで。アジも釣ってシワスも釣るか。ありがとう、楽しませてもらいました。おいっす、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 ね、最高やね、最高っす。まあ、一つは、うん、やっぱ好奇心を持つためにはやっぱどうしても釣らなきゃいけないじゃない。印象に関して言えば釣れるがとっても大事な話 でそういう意味ではこれからどん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 盛んになってくるジャンルの釣りかなというイメージはありますね。どうしてもショアってほら場所の人の多さとかもあったり、ね、駐車場も問題であったりとか、ね、そういうマナー的なものもたくさん出てきて制限もかかりつつあったりもするし、ってなったら仲間内で楽しくね、ストレスなくそれでいけるっていうのはすごいいいことやと思うから、いや本当それは思いますね。海に囲まれた日本では全国各地に認証フィールドがある。手軽なタックルで近場の海を楽しもう。そこには至福のひとときが待っている。